ほとんど誰も知らないが、レレレという名の神がいて、それを祀るレレレ神殿というものがある。ここの神様は暇なのだ。まったくと言ってよいほど仕事がない。どこかを支配しているわけはなく、何かを任されているわけもない。何もしない、名ばかりの神なのだ。これでは崇められるはずもない。神殿があることさえ不思議なくらいだ。ところが、この神殿に祈る人がいる。レレレの神よ、お願いです。何やら罪深い人らしい。どうか、何もしないでください。ほとんど誰も知らないが、レレレという名の神がいて、それを祀るレレレ神殿というものがある。ここの神様は暇なのだ。全くと言ってよいほど仕事がない。どこかを支配しているわけはなく、何かを任されているわけもない。何もしない名ばかりの神なのだ。これでは崇められるはずもない。神殿があることさえ不思議なくらいだ。ところが、この神殿に祈る人がいる。レレレの神をお願いです。どうやら罪深い人らしい。どうか何もしないでください。